皆さんこんにちは。今回の動画ではソフトバンクとパープレキシティが提携し、ソフトバンクユーザーが1年間無料で利用できることになった AI 検索エンジンパープレキシティプロ元祖 AI 動画のランウェイが発表した動画生成 AI ツールの最新モデル Gen3α、 動画延長機能や動画編集機能などが追加された。ルマ AI の動画生成 AI ツールドリームマシーンの新機能など、ここ1週間の間にリリースされた最新の AI ツールの概要と使い方を紹介し、東大が車を運転するロボット武蔵を公開、魚 AI が創業1年で評価額1800億円に到達など、 AI 関連の最新ニュースをお届けします。それではよろしくお願いします。まずはパープレキシティプロの1年間無料版の紹介です。6月17日ソフトバンク株式会社はパープレキシティと戦略的提携を発表しました。この提携によりソフトバンク、Y モバイル、LINE モの3ブランドの顧客は有料の AI 検索エンジンパープレキシティプロを1年間無料で使用することができます。パープレキシティは Google 検索と ChatGPT がくっついたような機能で人気の AI 検索エンジンで、インターネット上の最新情報をもとに精度の高い回答を提供します。パープレキシティプロはこの動画を作っているタイミングでは OpenAI の GPT-4 を、アンソロピックの Claude 3 などの各社最新の大規模言語モデルを利用でき、ドキュメントファイルをアップロードして要約してもらったり、画像生成 AI モデルを使って画像を作ることもできます。パープレキシティプロは PC のウェブブラウザから支払う場合であれば通常月額20ドルとなっており、1年分無料ということはかなり太っ腹なキャンペーンとなります。なおソフトバンク、Y モバイル、LINE モの3ブランドの顧客は2024年6月19日から特設ページでパープレキシティプロの1年間無料トライアルを申し込むことができます。ソフトバンクの契約者数は日本で4000万件以上ということで、これらのユーザーが PC でも携帯端末でも利用できる高機能 AI パープレキシティプロが無料で1年間使えるということは、日本の AI 業界にとってかなり大きなインパクトになります。続いてはランウェイ Gen3α の紹介です。ランウェイはテキストや画像から動画を生成できる AI ツールの最新版 Gen3α を発表しました。 Gen3α は全モデルの Gen2 よりも高い忠実性、一貫性、動きの改善を実現したモデルで、Gen2 に搭載されている豊富な動画編集機能が強化され、構造、スタイル、動きをより詳細に制御する新しいツールも導入される予定とのことです。なお Gen3α は C2PA などの新しい安全対策を組み込んでのリリースになるとのことです。 Gen3α はまだプロジェクトページしか公開されていませんが、超高速で移動する電車の中にいる日本人女性の動画だったり、ドローン視点で動きのある動画だったり、ファンタジー系の動画もあったりと、 Gen2 の1段階上のレベルの動画がたくさん公開されており、 OpenAI が2024年中に公開するのではないかと噂されている動画生成 AI 空を意識した動画構成になっています。ちなみに6月17日公開のランウェイ公式 X の投稿によれば、 Gen3α は今後数日以内に使えるようになるそうです。続いてはドリームマシーンの新機能の紹介です。ルマ AI は先日公開してネット上で大きな話題となっているテキストや画像から高品質でリアルな一貫性のある5秒の動画を生成できる AI ツールドリームマシーンで、一度作った動画を拡張できるエクステンド機能を実装しました。ドリームマシーンはツールページのトライナウボタンを押して Google アカウントでログインすれば、
月に30個無料で動画を作れます。動画を拡張するには、一度作った動画の下部に表示されるエクステンドボタンを押すと、動画の最後のコマのサムネイルが表示されたフォームが出現するので、フォームにサムネイルの続きのイメージをテキスト入力して送信すれば、動画が5秒拡張されて出力されます。また有料プラン限定で動画のウォーターマークを消す機能が実装されました。その他、一度作った動画を編集して背景を変更したり、動画内のオブジェクトを変更できる動画編集機能も発表されました。この動画編集機能は、早期アクセスページに登録しておくと後日使えるようになるようです。続いてはハローの紹介です。中国の復旦大学やバイドゥなどの研究者らは、1枚の人物画像と音声をアップロードして、人物画像を喋らせたり歌わせたりした動画を生成できるオープンソースの AI ツールハローを公開しました。ハローは画像と音声を使った生成 AI アニメーションにおいて、顔の動きを同期させ、視覚的に魅力的で一貫したアニメーションを生成するための複雑さに焦点を当てて制作され、動画生成時にリップシンクや表情などの動きを細かく調整できます。ハローのプロジェクトページでは、話したり歌っている動画がたくさん公開されていますが、同じ機能を持つオープンソース系のツールの中では動きがあってクオリティも高いです。ハローのソースコードは GitHub で提供されており、パソコンのローカルで様々な AI ツールを起動できるアプリピノキオにも実装されています。ハギングフェイスで無料のデモなどが公開され次第、このチャンネルの動画で紹介予定です。続いてはクレアビデオエンハンサーの紹介です。クレア AI は、画質の粗い動画を高画質化する AI アップスケーラークレアビデオエンハンサーを無料ユーザーを含め全ユーザーに開放しました。クレア AI はツールトップページ右上のサインアップボタンを押して、 Google アカウントなどを使ってログインすれば、ある程度無料で利用できます。ログイン後のページにあるエンハンサーの部分を押した先のページで、画像や動画のアップスケーラー機能を利用でき、真ん中にあるプラスボタンを押して動画をアップロードし、右側にあるアップスケーリングファクターの部分で 1.5 を選択して、フレームレートの部分で 120fps を選択し、エンハンスボタンを押すと、アップロードした動画が高画質化され、高画質化した動画をダウンロードできます。最近になってドリームマシーンなどの高品質な動画を生成できる動画生成 AI ツールが出てきましたが、クレア AI のこの機能を使うと動画をさらに高画質化できます。なお、クレア AI はサブスク登録すると無料版よりも強力なアップスケーラー機能を使うことができるようです。続いてはプロテウス 0.1 の紹介です。アパレートラボズはリアルで表現力豊かなリップシンクアバターを生成できる AI ツールプロテウス 0.1 を発表しました。プロテウスは1枚の人物画像を読み込ませて、人物画像が笑ったり歌ったり喋ったりするアバター動画を作れるようで、ツールページでは画像に高速のラップをリップシンクしながら歌わせているデモ動画などが公開されています。プロテウスはまだツール自体はリリースされていませんが、早期アクセスを募集中で、ツールのトップページにある Apply for Early Access ボタンを押した先の画面で早期アクセスの登録ができます。続いては JACE の紹介です。元メタのエンジニアらによって設立されたロンドンを拠点とする AI スタートアップゼータラボズは AI 従業員 JACE を発表しました。ニュースサイトベンチャービートの記事によると、 JACE はチャット GPT によく似たウェブエージェントで、人間と同じようにウェブブラウザを使ってフライトを検索して予約をしたり、採用プロセスの管理を行ったりしてくれるとのことです。 JACE は公式ページが立ち上がっており、
無料プランと月20ドルのサブスクプランなどが用意されているようです。まだツール自体は公開されていませんが、メールアドレスを入力して順番待ちリストに登録することができます。続いては AI ヘアスタイルシミュレーションの紹介です。アートネイチャーのグループ会社であるナオアート株式会社は、パーフェクト株式会社が開発した生成 AI によるウィッグ試着システム AI ヘアスタイルシミュレーションを自社の EC サイトアリシアルルで運用開始しました。このシステムは60種類以上のヘアスタイルをスマートフォンや PC で簡単に試着できるもので、ツールページに行ってウィッグを試着してみるの部分から利用規約に同意した状態で試してみるボタンを押し、カメラで写真を撮影するか写真をアップロードしてウィッグを選べば、アップロードした画像のヘアスタイルが変更され、作った画像をダウンロードできます。ちなみに AI ヘアスタイルシミュレーションはファッションアイテムとしてのウィッグのほか、医療用ウィッグを必要とするがん患者の方などが自宅や病院からでも自由に試着できる利便性を提供するために制作されたとのことです。続いてはミミックブラシの紹介です。香港大学とアリババグループの研究者らは、模倣編集という新しい編集法を使うことで、画像の指定した部分に別の画像の要素を持ってこれるオープンソースの AI ツールミミックブラシを公開しました。ミミックブラシのソースコードは GitHub で提供されていて、無料のデモがハギングフェイスで公開されています。デモではソースの部分に画像をアップロードし、アップロードした画像の変えたい部分を白く塗り、リファレンスの部分に参考画像をアップロードしてランボタンを押すと、白く塗られた部分が参考画像を元にして新たに生成されます。将来的にファッションサイトなどで利用できそうなツールです。続いては 3D アリーナの紹介です。ユーザーの投票で大規模言語モデルの評価を争う LLM ランキングプラットフォームチャットボットアリーナの 3D モデル生成 AI バージョン 3D アリーナが公開されました。 3D アリーナはハギングフェイス上に無料で展開されており、画面上部のボートの部分を押すと、画像から生成された 3D モデルが2体表示されているので、優れていると思った方のボタンを押すと投票され、3D モデルを生成した 3D 生成 AI の名前が判明します。累計でどの 3D 生成 AI ツールが優れているかはリーダーボードボタンを押した先の画面で確認でき、この動画を作っているタイミングでの1位はテンセントの 3D 生成 AI ツールインスタントメッシュになっていました。ここからは今週発表された AI 関連のニュースを簡単にまとめて紹介します。まずは東大が車を運転するロボット武蔵を公開の話題です。朝日新聞デジタルによると、6月16日愛知県豊田市で東京大学大学院情報システム工学研究室が開発中の等身大人型ロボット武蔵が車の運転を披露しました。このイベントで武蔵は20メートルほどの道を一人で走行したとのことです。武蔵は高さ160センチ、重さ50キロ、74個のモーターで手足を動かすことができる人型ロボットで、AI で運転技術を学習していて、カメラとセンサーで周囲を認識し、ハンドルやペダルを操作します。武蔵に関しては、詳細な機能情報が記された論文も公開されているので、興味のある方は読んでみてください。続いては、魚 AI が創業1年で評価額1800億円の話題です。朝日新聞デジタルが報じたところによると、2023年に Google 出身の AI 研究者が立ち上げた AI スタートアップ魚 AI が新たに大型出資を受けることが明らかになり、同社の企業評価額は約 11.25 億ドル、日本円で約1800億円に達する見込みで、創業1年でユニコーン企業に仲間入りすることが分かりました。
魚 AI は2024年に入ってから既存の AI モデル同士を掛け合わせて高性能な AI モデルを開発する AI 技術、進化的モデルマージを発表するなど、世界でも注目されている日本初の AI 企業で、今後の動向も注目されます。続いては、AI 候補者が英国議会選挙に立候補の話題です。NBC ニュースが伝えたところによると、2024年7月に行われる英国議会総選挙において、AI を搭載した候補者、AI スティーブが立候補したとのことです。AI スティーブは実業家のスティーブ・エンダコット氏のアバターで、エンダコット氏は AI スティーブの代理人を務めます。有権者はオンラインで AI スティーブに政策の質問や提案が可能で、当選した場合、エンダコット氏が AI スティーブの代理として議会に出席したりするとのことです。このニュースは、AI 技術が政治の未来をどのように変える可能性があるかを示しており、今後の展開に注目が集まっています。続いては、アンソロピックがクロード3のトレーニング手法公開の話題です。アンソロピックは、同社のブログを更新し、最新大規模言語モデル、クロード3で行ったトレーニング手法について報告しました。AI モデルは通常、有害な発言や行動を避けるように訓練されますが、より豊かな人間的特性を持たせることも重要で、アンソロピックの報告によると、クロード3では、好奇心、誠実さ、思慮深さなどの特性を育成するためのキャラクタートレーニングが導入されました。AI モデルに豊かなキャラクターを持たせることで、ユーザーとの対話がより魅力的かつ有意義なものとなり、AI が新しい状況に対応する能力も向上することが期待されています。この取り組みは、AI の倫理的使用や将来のガバナンスにおいて重要なステップになりそうです。続いては、Google DeepMind が AI 搭載の仮想ネズミを開発の話題です。Google DeepMind とハーバード大学の研究者らは、生物の神経メカニズムを模倣した機械学習手法である。ニューラルネットワークを搭載した仮想ネズミを開発しました。研究者たちは、生物力学的にリアルなデジタルネズミモデルを作成し、物理シミュレーターでその体を制御する AI 脳を訓練しました。その結果、AI の脳活動パターンは、本物のネズミが類似の行動をとる際の活動と密接に一致し、本物のネズミの動きや神経活動を正確に模倣することができるようになったとのことです。今回の仮想ネズミのアプローチにより、従来は本物のネズミを使っていた動物実験を、将来的には仮想ネズミで行うこともできるようになるかもしれません。続いては、野々村真氏がモデルの AI デジタルヒューマンの話題です。AI デジタルヒューマンプロジェクト運営事務局は、タレントの野々村真氏をモデルとした AI 音声対話型のデジタルヒューマンを開発し、シニア向け介護施設での活用を目的とした実証実験を6月13日より開始したと発表しました。野々村氏の AI デジタルヒューマンは1対1のコミュニケーションや集団レクリエーションでの対話が可能で、会話のテンポに合わせた対話を行い、音声と字幕での会話表示が可能だとのことです。ちなみに、野々村氏の YouTube チャンネルで、このデジタルヒューマンプロジェクトの制作の途中経過を確認できます。なお、この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは、動画の概要欄に貼っています。AI ツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。